はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ぜんざいです。ロングダークの続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、オジカの幽霊を、見ることができたっていうところですね。で、今回は前回行けなかった、教会のアーティファクトとかですね、あとはこの辺の、サイドクエストを回ってみようかなと思います。では行ってみましょう。なんかちょっと風が強いような。これはちょっと待てよ。ちょっとコーヒーを温めて、飲む。いやー寒い。いやーこれは出歩かない方がいいのかな。どこかでちょっと温まらないと多分持たないですね。あーちょっとそこで休んでいこうかな。はい、ということで、だいぶ天気は回復してきたんですけども、今ここですね。ここでちょっと、確かストーブがあったと思うんだけど、85%。 あー、ファイアースチールの方がやっぱいいんだ。1時間もいらない。30、65%。 頼む。よし。コーヒーを温めて、で、飲む。よし。いやーまだ結構ありますね。今ここまで、来ましたね。じゃあこっから来た、出まかせ。輝く洞窟に関する地元民の話。これは川沿いを行った方がいいのかな。
あの辺ですね。こっち側は、霧の深いピクニックエリア。あ、弾だ。ライフルの弾。ここだ。お、洞窟。暗い。滝の裏側に隠れた洞窟を探索する。石炭。あ、フレア。ちゃちゃし。右かまっすぐか。まっすぐ。なんか奥に行けそうだけど、これでぐるっと回ってきたのかな。うん。じゃあさっきのところかな、しゃがんで。
わ、なんか神秘的なところに来ましたね。わ、あ、寒い。ちょっと感覚がない。あ、大丈夫かな、人が死んでる。あ、寒い寒い。科学洞窟に関する地元民の話。こちらに行ってみたいんだ。あ、マリンフレア。いやー寒い。よいしょ。いやー、なんかここで頑張ってたんだ。ちょっと火を焚こう。北地がない。お、ヘラジカガバのカバン。疲労がたまった旅人の負担を軽減してくれる。これで？あ、ここに装備されるんだ。素晴らしい。持てる量が増えた。ちょっと体を温めて、違う。お口を作る。85%。あー、いや大丈夫です。85%。頼む。Come on, little fire. Come on.コーヒーを温めて、飲む。
あー、これコーヒー少ないやつだったかな。あー、失敗したな。じゃあえっ、ー、と調理、あれこれも開いてるのかな。よし、これもしかしてまたこっち側から出れない。そっか、こっち側にもし出口があったらこの人は死んでないですもんね。あ、ということはまた濡れなきゃいけないのか。なんとか濡れずに。服を脱ぐ。服を脱いで。大丈夫かな。お、初めて見た。あ、これ脱いでも大丈夫。ああ、これでそこ通ったら即死とかないですよね、寒さのあまり。こっち側しか帰れないですもんね。しっか、ダッシュで。はい、だー、寒い。松明をつける。おう、で、服を着る。I can't feel my hands. ごめんね。下だけ履かないスタイル。OK ですね。はあ、あ、だったらあそこ別に火つけなくてよかったな。
で、このまま西ですね、ジョプリンのシェルター嵐。ああ、松明もなくなった。風が強すぎる。ああ、一回洞窟内で温まってから来るんだったかな。やばい、狼いる。あ、こっち来た。ここだ。サメ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 。あ、一応ここで温まれますね。あ、この中とか違う。あ、これか。なんだ？なんだなんだなんだ？また地震か。これね、なんか塞がってるとかじゃないですよね、雪で。ズボン。うん、持ち帰りたいですね。あ、で、じゃあさっき結構使っちゃったたんで、ランプに、燃料補給。あ、抗生物質だ。
ああ、捻挫のリスク。あ、ジョプリンの日記その1、嵐が来る。いつかは、誰にもわからないが、わしには匂いでわかる。防ぐ方法はない。人間にできることは過ぎ去るまで身を潜めることくらいだ。あ、2番目のシェルター。うわあ、これ。ええー。モリーの納屋のとこだ。一回帰らないとダメですね。なるだけ持ち帰りたい。あそこにも手紙が。森の空論家のアイテムパート3。我々の前を、年月が過ぎ去り、丘から岩が落ちていく。グレートベアにとって、これは勝利に見える。母なる大地がこのプレザントバレーを回復させたとしても、残された人々は順応か死か、または先へ進むことを余儀なくされるだろう。お、いいですね。あ、ここにもあるよ。でもさすがに今の時点でもう、結構オーバーしてるんで。ああ、助かる。はい。では今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。